ライトアップされた、英体橋。江戸時代の英体橋と佃島英体橋は、隅田川に架かる橋。東京都道、千葉県道15東京浦安線を通す。西岸は、中央区新川一丁目。東岸は、江東区佐賀一丁目及び、東区英体一丁目。地下に東京メトロ東西線が通る。日の入りから21時まで青白く、ライトアップされる。 国の重要文化財。永代峡、筑田島、海鮮総化は、元禄十一年三月二十五日で、徳川家康の江戸入府から、江戸時代にかけて隅田川に架橋された五つの橋の、うち四番目となる。架橋は、江戸幕府五大将軍、徳川綱吉の誕生から五十歳を祝う、記念事業として、関東軍隊の稲忠政の指導で行われた。には、 上野寛永寺根本中道造営の際の余り材を使ったとされる。場所はもともと大渡しがあったところで、現在の橋がある位置よりも100メートルほど上流にあった。当時の隅田川の最下流川口、ほぼ江戸港の外港だったところで、多数の海船が通過し、付近には選手番所も置かれていた。したがって、 船の通行を阻害しないように完成した橋は当時としては最大規模の大橋として作られた。橋脚は満潮時でも水面から3メートル以上あり、長さ110件、幅3件余り、橋上からは西に富士、北に筑波、南に箱根、東に安房数ずさと称されるほど見晴らしの良い場所であったと記録に残っている。 英体教という名称は、歌教された江戸大岸にとあった中須の英体島に、ちなむ。江戸幕府が末永く代々続くようにという後から付けられた、慶画名という俗説もある。元禄15年12月の赤楼市のキラ、光月之助やスケ屋敷への打ち入りでは、打ち入り後に光月之助の首を掲げて、英体教を渡り、千学寺へ向かったという。から年ほど経った頃、 財政が急防した江戸幕府は教法4年に英大教の維持管理を諦めて廃橋を決定する。しかし、町民衆の嘆願により、橋梁維持に伴う諸経費を町方がすべて負担することを条件に存続を許された。町方は橋の通行量を取り、また橋詰めにて市場を開いて収益を上げるなど費用を苦面して維持に努めた。文化4年8月19日。 深川と三岡八万宮で12年ぶりの祭礼日が行われた。久しぶりの祭礼に江戸市中から多くの群衆が橋を渡って深川に押し寄せた。ところが詰めかけた群衆の重みに橋が耐えきれず、橋の中央部よりやや東側の部分で数軒ほどが崩れ落ちた。後ろからの群衆は崩落に気がつかず続々と押し寄せ、 崩落部分からなだれを打つように転落、死傷者、行方不明者を合わせると実に1400人を超える大惨事となった。これは史上最悪の落橋事故と言われている。この事故について、大田南保が火器の強化や夢の憂い橋を表している。英代とかけたる橋は落ちにけり今日は、サイレアスは総霊古転落後の 英体教という話もこの落教事項を元にしている。南井町奉行組同心の渡辺小左衛門が刀を振るって群衆を制止させたという逸話も残っている。極定バーキンは、うさぎ園小説に、前に進みし者の、橋落ちたりと叫ぶ重きかで、千刀なかりしに、一個の武士あり、刀を引き抜きて差し上げつつ、内振りしかば、瞳の恐れてようやく後へ戻りしとぞと書いている。 落橋事故後、交通の要衝としての橋の維持に、幕府も理解を示し、再び加橋された。1897年完成の旧永代橋。メディアを再生する永代橋、明治維新を迎える頃には老朽化していたため、代替となる橋を下流に新たに作る計画が立案された。1897年、道路橋としては日本初の鉄橋として、 鋼鉄製のトラス橋が東京市側、日本橋側を挟んで対岸の現在の場所に再架橋され、それまでの古い永代橋は廃止された。頑丈な構造から1904年には東京市外鉄道による路面電車も付設された11月に廃止。大正期までに隅田川には5つの鉄橋が架橋されていたが、その多くが橋底の基部や橋板に木材を使用していた。 このため、大正12年の関東大震災では、永大橋、馬屋橋、東橋が炎上し、巻き込まれた避難民は、多数が焼死、あるいは溺死した。両国橋、新大橋も、木材を使用した構造だったが、消失を免れて避難路として機能した。1926年に、震災復興事業により、隅田川の旧橋の再下橋が決まり、 現在の橋梁が再架橋された。震災復興事業の花と歌われた清洲橋に対して、帝都東京の門と言われた。この橋は、ドイツのライン側にかかっていた、ルーデンドルフ鉄道橋をモデルにし、現存最古のタイドアーチ橋かつ、日本で最初に、京馬町100メートルを超えた橋でもある。帝都復興院で橋梁を担当した、田中豊、 大玉窓家さんらが技術とデザインの両立に不信した成果であり、東京大学工学部1号館に佳橋当時の英代橋のレプリカモデルが存在する。2000年に清洲橋と共に土木学会の第1回土木学会戦勝土木遺産に選定された。2007年6月18日、英代橋は都道府県の道路橋として初めて同じ隅田川に架かる勝土木橋。 清洲橋と共に国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。